トンドバリーは植物学者、微生物学者、金学者、植物病理学者、外科医。彼は植物病理学の父といえる位置にあり、また近代的な菌類医学の基礎を築いた。ドイツ・フランクフルトでアウグスト・テオドール・ドバリーから影響を受けた。医者であった父の影響でハイデルベルクとマールブルクで医学を学び、1850年には ベルリンに移り医学の勉強を続けつつも、植物への関心を抱き続けた。1853年には医学の学位を取得したが、その時の論文は、植物学に関するものであった。同年、彼は、植物のサビ病と、すす病を起こす菌類について本を出した。卒業後、彼は、フランクフルトで医者になり、1年間ほど働いた。その後、中便現大学で、 植物学の志向師となり、風合ーーフォンモールの補佐を行った1855年に、有名な植物学者であるカール・ネーゲリの後を継いだ。1861年には、アントニー・ナリーと結婚、4人の子を成した。1867年から、ハレ大学で教授を務めた。不屈戦争の後、1872年には、ストラスブール大学の教授に就任して、 没するまでその職にあった。ヨーロッパ中のジャガイモに大発生し、ジャガイモ基金を引き起こした、ジャガイモ薬病について研究し、疫病金属を新たに記載するとともに、ファイトフテラインフェストンズがジャガイモ薬病の病原菌であることを示した。また、サビ病菌が宿死交代することを明らかにした。これらの業績に加え、数多くの植物病理学者を育てたことなどから、 植物病理学の父と呼ばれる。また、共生という用語は彼が作った言葉である。変形菌を胞子から培養して初めて詳細な生活感を発見し、1858年にミセタゾンという名を与えた。ウィキメディアコモンズにはアントン・ド・バリーに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズにはアントン・ド・バリーに関する情報があります。レベリーは 植物の学名で命名者を示す場合に、アントン・ドバリーを示すのに使われる。ありがとうございます。